はい、ハストンククロさんのインタビューです。本日のテーマは、人間に欲があると言われますが、なぜ欲が必要なのか、人間にとって欲って何なのかっていうところをお願いします。自分たちは光であり、神様であり、本質であったんだよ。うん。だけど人間に、この地球上にて人間になることで、頭、脳があり、自我を持つ。で、自分の物差しで測るようになるんだよね。魂の何千回何万回って繰り返されてきた魂の、繰り返されてきた魂の経験とか、そういった味わってきたことが魂に刻まれてるから、それを、うん、また今世として生まれて、それが培ってきた、なんだろう、性格みたいな感じ、うん、で、それで自分の、いい悪い。で、自分の悪い、都合のいいこと、悪いこと、都合がいいことはいいこと、都合が悪いことは悪いことで判断するようになるっていうことが人間独自の物差しなんだよ。で、自我があるっていうことは、その物差しで自分の基準で測っていく、うん、って感じ。うん、全部あくのね。うん。で、何が正しくて何が悪いのかっていうのは人それぞれ違うっていうのはそういう意味を持つ。うん。何千回何万回って生まれ変わってきてる人もいれば、新しく生まれ変わってきてる子たちもいる。魂が若い子たちだっている。うん。でも魂が熟練されてる子たちだっている。だから違って当たり前なんだよ。うん。だから欲がない子たちっていうものは、欲がない子たちっていうのは、ほとんど魂が熟練されてる。うん。欲を持たない子っていうものは、経験してきてるから、もうそれを、もう、味わい尽くしたっていう人が、大抵の人たちなんだよ。うん。味わい尽くしてきてない人は、もっともっとって欲しがる。これが欲なんだよ。うん。うん。なぜか、魂の中に空洞があるから。うん。それを他の何かで埋めようとする。うん。例えば、物。うん。ブランド物とかね。そして、ギャンブル、うん、一世、依存、ね、そして仕事、うん、そういった家族、うん、そういったことに依存していく、うん、だからないものを自分にないからこそその穴を埋めるためにそれで埋めようとしちゃうんだよ。それが欲なの。うん。例えばお金がある人、いっぱいお金があります。なのに満たされない。なくなる恐怖があるから。うん。なぜなくなる恐怖があるの？前世でお金がなくて苦しい思いをしてきたからこそ、恐怖を感じる。うん。だから、今だけの感情ではないんだよ。うん。だから、今すごい目に見えない不安を感じている人たちたくさんいると思うけど、なぜこういう見えない感情があるのか、この恐怖があるのか、コロナのせい、環境のせいって言われてるかもしれない。うん、旦那さんや奥さん、そして恋人、そして子供たち、
が悪い。何もかも人のせい、何もかも環境のせいに従っているけど、自分はどう思っているんですか？自分は何を味わって今いるのですか？っていうことを試されているよね。うん。そこに気づかない限りは永遠と堂々巡りじゃん。うん。で、あなたは何を味わっているんですか？っていうことなんだよね。うん。難しい？はい。ありがとうございます。うん。